A、しかしどういうことだろう、何が。 B、 似ても似つかぬ2つの名前、うん。 C、 間違えるにしてもひどすぎる。はい、 A、B、C 選択よろしくお願いします。 A、 しかしどういうことだろう。私たちは表に出た。帰国寺とバラモン寺、聞き間違いはありえないよね。一体どういうことだろう。鬼が出るから帰国寺、バラがあるからバラモン寺。夏美は手ずっぽうにつぶやいている。ねえ、一つのお寺に二つの名前があったとしたら。突然アリサが叫ぶように言った。ほら、青少年と、おお、うん、これは読めん。ほら、青少年と、だてみたいに。それだよ、アリサ。夏美が跳ねた。だったら、全然おかしくないもん。さすがアリサさんだ。遊戯刑事はやっぱりアリサに気があるらしい。それで決まりですね。バラモン寺とは帰国寺のこと。これからはその線で進めましょう。なんだか捜査会議みたい。アリサは嬉しそうに笑っている。ああ、そうそう、この話にはまだおまけがあるんです。おまけ？おい！はい、じゃあ A でいきます。 A、 これはきっと怖い話だ。 A、 これ鬼の話の続きなんですが。うん。人々は鬼のたたりを恐れて、月に一度バラモン寺へ生娘を人見悟空に捧げた。鬼は温泉へ浸り、娘を丸裸にして湯につけ、その体を磨き上げた後、その柔肌をむさぼり食った。食った。また雷だ。鬼の話をするとなぜかいつも雷が鳴り渡る。この話はやがて京スズメの口の端に登り、平安の鬼人たちがその鬼の正気妖力にあやかろうとこぞってバラモン寺へ通い、鬼の隠し上押しかけたと。あんまり想像したくない光景だ。どうもありがとうございました。私たちは結城刑事を見送った。いや、変な話ばかり聞かせちゃってすみません。考えてみたら、これ帰国寺を探すヒントには全然なってなかったですよね。もう少し調べてみますよ。申し訳ありませんでした。いえ、とんでもありません。アリサがお嬢様らしくお礼を言った。刑事さんにはわざわざ来ていただいただけで、もうこの次からはご連絡いただければ、私たちどちらへでも出向きますから。ああ、気にしないでください。正直言うと、本当はこれついでなんです。え、ついで。ええ、実は僕らが今追っている事件の容疑者、その女があなた方と同じコースで回っていて、この東東院にも立ち寄ると分かって。あ、そうだったんですか。話が急に恐ろしげになってきた。なんだその恐ろしげって。いや、ここまで来たら安心していいだろう。そんなわけで、これから聞き込みなんです。では僕はここで。
あ、刑事さん。私は急いで呼び止めた。なあ、多いな。殺しに来てるな。はあ。A、ここで大きくポイント稼ぎ。B、鋭い勘の見せどころ。C、アリサを大きくリードする。B と C 入れてもらいました。じゃあ C できます。アリサを大きくリードする。刑事さんたちが今追っている事件って、長野の首なし殺人事件なんですよね。私は奥の手のポーズで決める。どういうこと？どんなポーズ？なになになに、やめて。うわ、結城刑事は息を飲んで私をまじまじと見た。トオルさん、どうしてそれを。みんなで推理したんです。アリサがまたもしゃしゃり出た。当てたのはこのトオルですけれど。ああ、それだけは言ってくれたの。言ってくれたか。だが顔が険しいな、アリサ。いや、驚きました。名探偵お嬢様トリオ、まるでテレビドラマですよ。これじゃあ本当に合同捜査したくなっちゃうな。どうぞどうぞ、喜んで。私は調子づいた。そうじゃないかと思ったんです。あの犯人、やっぱり女だったんですよね。ええ、実はそうなんです。しかも若い。まだ学生だと分かりました。え、学生？今もこの辺りを立ち回っています。用心だけはしていてください。何をするか分からない相手ですから。絶対この人刑事じゃないな。俺もちょっと思ったんだけどね。でも一回彼ね、警察手帳落としてるのよ。まあ俺の持論なんだけど、俺たち一般人が、警察手帳を見たぐらいでこの人が本当に刑事かどうかってわからないよねって話。それが偽物かどうかさ、判断する材料持ってねえもんね。警察手帳の形をした模倣品かもしれないからさ、それが本物かどうかなんてわからないもんね。だから警察手帳を落として見たんだけど、偽物の可能性もある。確かにこの人大丈夫なんやろか、ちょっと心配だね。わざと落とした可能性もあるよね。ゾワゾワと恐怖が上がってくる。彼女は刃物を隠し持っていると思われますが、我々は自信を持っています。絶対に暴れさせるようなことはさせませんから。彼女は何のためにこの京都を回っているんですか？それは…刑事はちょっと口ごもったが、いや、ここまで話したら言ってしまいましょう。彼女は第二の殺人を犯そうとしています。第二の？それどういうことなんですか？彼女は神経を病んでいます。恋人の首を切り落としたのは自分なのに、犯人は自分ではなくて自分から彼を奪った別の女だと思い込んで。別の女？また雷が鳴る。残念ながら我々はまだ誰が狙われているのかまでは特定できておりません。そっちもあなた方のような若い女性という可能性もあります。ですからどうかご用心を。わかりました。なんだかあっという間に怖い話になった。なんか今回刑事の立ち絵っていうかポージング多いな。何、実際にそんな真似はさせません。必ず上げてみせます。最後に鋭い目を見せて結城刑事は去った。
私たちは風の中へ立ち尽くした。こんなことってあるだろうか。あの首なし殺人の犯人が女で、私らと同じ年頃の学生だなんて。彼女は今もこの京都にいて、私たちと同じコースを回っている。しかも第二の殺人を犯そうとして、別の若い女をつけ狙っている。おお、フェードアウト。待て待て待て、あ、びっくりした。ゲームオーバーかと思ったよ。第2部終わった。寺回りが終わったんかな。